畑の方がなんかこうちょっと今ちょっと不思議なのが、はい、これはビオディナミでこういう風な肥料、それとも誰かが捨てたの、わかりません。あら失敗しよう、もう失敗しよう、もう失敗しよう、もう失敗。ここの畑の方がこう木が伸びっぱなしに、木枝が伸びっぱなしになってるんですけど、なんかこういう風にしてると仕事してないじゃんと思われちゃうんですが、これの方が自然に従っているので、実は美味しいブドウがなることが多いです。ここね、閉まっていて、ここでもだけどこう閉まっていてキュッとなってて、あの実がしっかりしてる。もしかしたらビオディナミかもしれない。 でもかもしれないわね見ただけで分かんないので。でもほら見る限りボーボーです。これがやっぱり自然に任せて作る方法だと、こういう風なだけのことが実は多いなと思います。そうすることによってブドウのね、実がちっちゃいんですけど、しっかりした美味しい味の、土の味もしっかりしてるものということか。さっきのこう腐ってしまってるような葉っぱがっていうのに比べたら、葉っぱが腐ってないんじゃないかな、思ったりするんですけど、どうでしょうね。ほらここね、知らない人の畑なんで誰だか分かんないので、今度はね、また知ってる人の畑に連れてきてもらわないといけないんですが、イメージとしたらほら、ちょっとこっち見てください、綺麗でしょ。でもこれだけ綺麗なのは手入れのしすぎちゃってる、自然の流れに逆らってるってことにもなります。ということで、なんかこの人仕事してないじゃないっていうような、こういう畑の方が自然に任せて、で、まあ、取れる限りのブドウを収穫する。ほら綺麗でしょ、実がしっかりしてる。もうすぐね収穫なんで、まあ実にもよりますけど、こう小粒でしっかりしてるものの方が味がちゃんと濃くて、あの日本のきゅうりとヨーロッパのきゅうりが違うのと私は同じ気がします。ヨーロッパのきゅうりね、雷が鳴る、急げ急げヨーロッパ、うぅやばいやばいやばい、でも雨降るとね、ブドウにはいいからいいんじゃない？セミポゴウリミニャ。パポゴノ。という感じで、まあ、畑の違いが分かってもらえるといいかなと思います。ここもちょっと段になってますけどね、こんな感じで。さて、さて、なんかだんだんこの景色に見慣れすぎちゃったね。おさびちゅとほしい、ここどう、草木はあるんだけどさ、oui, c'est un peu différent, oui. ね、なんかさっき見た綺麗なとことまたちょっと違って、草木は生えたままにしているので、それだけでこの畑がどうだっていうのは決まらないんですけどね。でこちら、これから植えるのかな、何もないです、怒った言ってる今日は、ダンバクラビルという村に来てます。でここの村はアルザスのワインの 10% の、消費生産を、になってるような村です。ネゴシオンとコペアガチと、ヴィニョアンデポンドンという個人のワイナリーさんと、いろんなワイナリーさんが、さっきお話を聞いてたワイナリーさんが、昔は60もあったんでワイナリーバーなんて言ってたんですけど、今は30弱、多分25ぐらいに減ったんじゃないって言われましたね。でここのワイナリーさんで神の雫に出てるワイナリーさんがあったんですけど、そこは辞めちゃったらしいので、ワイン生産で誰かに引き渡しちゃったのかなって言われたんで、ちょっと残念です。
本当にね、そういう風に神の雫とかに出てるようなワイナリーでも、やっぱり最近は誰が継ぐのかとかね、ワイナリー大変なんでね、そういう問題が出てきたりとかします。あとは新しいワイナリーさんも増えてるのでね、その辺がちょっとあれなんですけど、こんな感じですね。この映像楽しいのかな、こういったもうすぐ収穫前、今8月の半ばなので。これピノノワールかな、この色はピノノワールだ、これはセピノノワール。畑のこの感じはすごいハーブがいっぱいなんですけど、どうかな、ちょっと手入れがされてない感じが、手入れがされてない感じの方が私はその自然の流れに沿ってるというか、ね、全てのハーブの、そのハーブというか草木の栄養というか味というかも、ワインにブドウに影響するので、ワインの味に影響していると思います。この辺は土壌がグラニッツって呼ばれたんだけど、どうなんでしょうね。ブドウ畑に、よいしょ、よくある光景です。キリスト教のキリストの像がよく立ってます。ここだよね、この色だ。違うこと言っていけないけど、ね、すごいよね、ちょっと実がなりすぎてるかも。アルザスワインが多すぎちゃって、生産がで、それだけ今売れなくなってると。なんで収穫の量を今減らそうという話が出ていて、やっぱりね、量でその売っているワイナリーさん、ワインの農家さんはやっぱそうなるとね、入ってくる利益に関係してきちゃうので、それで今揉めてるんですけど、個人ワイナリーさんで美味しいワインを作ってると、やっぱり収穫量をもっと元から減らして、その味を凝縮させて美味しいワインを作るようにしているので、実はそういった問題があまりないので、その規定の収穫限界量に比べても、うちはどうせそれより少ないから関係ないよっていう人たちも、特に自然派ワイン、ビオビオディナミ系は多くて、そこにもこう意識の格差というかあったりするかなと思います。